大仙長所後は、鳥取県最白郡大仙町にある重要伝統的建造物群保存地区。大仙長所後の一部約25.8ヘクタールの範囲である。大仙長所後は、大仙の北陸に広がる戦場地上にあり、大仙から流れる阿弥陀川から引いた水路を利用した田畑を主要産業として発展した農村集落である。中世に、 京都の鴨御祖神社の車両として定着し、近世に入り、鳥取藩となり、現在の集落が形成された。集落内を通る大仙への三気道である、傍領道沿いには、重要文化財に選定されている門脇家住宅があり、これらを含めた近世から、昭和初期にかけて建築された大規模なおもやや、付属屋等からなる農家の家屋群と、集落内をめぐる水路や、 田畑等が一体となった法規地方の伝統的な農村景観を形成している。江戸時代中期に集落の南東に、上北西に、下の二つの集落群が形成され、近世に入り役場や小学校が置かれた。家屋は道に主軸方向を沿わせた母屋、その周囲に長屋もみや、旧社や蔵などが建てられている。母屋の多くは、 切り妻作りの平屋形の低い2階建てとなっている。屋根には赤茶色の石州瓦もしくは黒色のマサコ瓦が用いられている。2013年12月27日に重要伝統的建造物群保存地区に選定された。地区名称大仙町諸庫種別農村集落選定年月日。2013年12月27日選定基準。 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの面積25.8ヘクタール。ありがとうございます。